今年も残すところあと243日になりました。南です。マイアミではありませんけど、マイアミビーチには行きたいです。蕁麻疹の薬が終わって普通の花粉の薬に戻ったんですけど、それがこう神経を鈍らせる薬なんですね。それのせいなのか何なのかわからないんですけど、超絶に眠い一日でした。なんかすげえ電車の中でめちゃくちゃ寝ました。で、寝てて起きたら駅に着いたんですけど、本当に一瞬ここはどこだってなって、本当にどこか分かんなかったです。で、ちょうどムーミンの本を読んでたんですけど、ムーミンも冬眠してたんですね。で、ムーミンも冬眠して起きて、こう、あれ、これは現実なのかな、どうなのかなってなって、パッて横を見たらスナフキンと冬眠してたんですね。で、スナフキンの寝床が空っぽだったと。で、ムーミントロールは焦って外に駆け出していくという。私はこのムーミンとスナフキンの関わり合いが好きですね。もうこれは素晴らしいですよ。もう一つの恋だよ、これは。ムーミンとスナフキン。ムーミンはスナフキンが大好きで、スナフキンもムーミンが好きなんですけど、ムーミンはスナフキンを待つんですね。すごい。なかなかスナフキンはこう旅に出ちゃうと帰ってこないので、ムーミンはまだかな、まだかなと思って、こう森を見ながら橋の上とかで待ってるんですけど、で、今日も帰ってこなかったってなるとシュンとして。ムーミンママがそれを見つけて紅茶とか持ってきてくれるんですね、ムーミンに。で、よしよし坊や、そんなに思い詰めて待ちなさんなと。いつかこう忘れた頃にスナフキンは会いにやってくるわよって言って、こうムーミンママはムーミン坊やを慰めるんですね。ムーミンママの名言にあるんですよ。こう、もう私の可愛いムーミントロールがスナフキンのことで苦しみませんようにっていう。私はなんかすごいいい言葉だなって思ってそれを読んでましたけど、これはね、それを経て春の調べとともにスナフキンは町へ帰ってくるんですね。町じゃねえな、ムーミン谷にね、来るんですよ。で、夏至ぐらいの時に旅に出るんですけどね。1年のサイクルがいいですね、ムーミンは。お察しの通り、やっぱりちょっと眠眠なんですね。ぼやーっとしてるんですよね。ぼやってしてるの嫌なんだけどね、こう。ぼやっとしたくない。でも、明日は道場だから、明日自主練なんですけど、もうちょっとシャキッとするはずなんで、今日はちょっとぼやっとして、踊ってきましたけど、そんな感じでね。皆さんはどんな一日だったでしょうか。それではまた。